ス、大野復活。4月3日、5対2で巨人を下した中日ドラゴンズ。先発の大野雄大投手は5イニング4安打1失点に抑え、2022年9月25日の巨人戦バンテリン以来556日ぶりの勝利投手をつかんだ。ヒーローインタビューでは、はい、ただいま、はいとスタンドのファンの声援に応え、感情的になりすぎず冷静にマウンドに上がれたと思うと約1年ぶりとなる1軍マウンドを振り返った。いやー、よく頑張ったよ大野。ホーム2連勝や。大野投手556日ぶりの復活勝利おめでとう。大野はもちろんリードした木下も素晴らしい。このまま連勝ロード乗っていきましょう。おかえりなさいの復活勝利。次はもっと長いイニング投げてくれ大野。カープと同率3位。オープン戦。借金2から優勝。ペナント。借金2から無事完済。これは？そういや昨日京都投手陣が無四球らしい。三立てしてええんやで。遠慮するなよ。ドラドラ情報局をご視聴いただき、ありがとうございます。この記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひ、よろしくお願いします。